平年並みという感じで紅葉が進んでますね。今は、アモウ高層湿原の辺がかなり見ごろに近づいています。ヤマウルシやスタウルシが本当に黄色く赤になっていて綺麗ですし、カエデ類も少しずつ紅葉してきています。その桂の木の葉っぱが下に落ちてますね。ハート型の葉っぱの。これ桂の木。この葉っぱが出す匂いなんです。秋になると、秋の森を歩く楽しみの一つが、このカツラの甘い香りをね、嗅いでいくっていうのね。奥の方の無駄の原生林は、まだ本当に色づき始めたばかりですが、カツラという木はかなり紅葉、まあ黄色くなるんですが、応用してきていますし、これから一週間ぐらいの間に、無駄の原生林の方も、どん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 紅葉が進んできて、ブナの黄色とカエデ類の赤とかのコントラストが綺麗になってくると思います。まあ20日ぐらいまでは場所によって変えながらですが、綺麗な紅葉が見ることができる場所があると思いますが、その後だんだん散ってきて、月末くらいになると葉っぱほとんど散っていると思いますが、そうなると森がすごく明るくなるんですね。まあ、無駄の森、原生林ですね、うっそうとしてる感じがありますけど、でそこの葉っぱが落ちてしまうと、ものすごく明るい森になります。で、落ち葉踏みしめながら、明るい無駄の森を歩くのも、とても楽しいものです。